成28年度自衛隊音楽祭り第2章秋の音躍動と早々の響き。最初に登場するのは防衛大学校儀仗隊。防衛大学校は毎年この秋に開催される開校祭において、さまざまな競技が繰り広げられます。その中でも三大競技の一つと謳われ、防衛大学校秋の名物と題される棒倒しは、戦前旧日本軍の小学校においても行われていた伝統競技。毎年各チームが綿密な作戦を立て臨む、知略と戦略、そして実戦力といった次世代を担う自衛官として必要なあらゆる要素を有します。これから展開される演武も、個の力、集団の力、共に高い技術を必要とし、統制された綿密な動きを必要とする躍動の結集。防衛大学校儀仗隊によるファンシードリルです。
学校によるファンシードリル。指揮は防衛大学校第4学年宮川大志、ドラムメジャー第4学年指原ロキでした。